週刊ミーラボ沖縄。FM那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄パーソナリティの国吉麻里です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では意外と知らない沖縄のディープな情報や観光移住の際に役立つウチナーハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしという情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、改めましてこんにちは。10月に入りましたね。そうだ、10月でした。収録してるのはまだ9月なんですけど、が、放送時は9月2日ということで、10月、そうそう、ごめんなさい。10月2日ということで、この回でなんとミーラボ沖縄90回を迎えたそうです。すごいですね。結構やりましたね。ね、全然覚えてないけど。でもね、でもちょっと始まってからすぐそのコロナの影響も出てきてしまって、なかなか思うようにいかなかったのかなっていうところはちょっとあるんですけど、まあね、これからまた、10月なので、まあもう1年の後半でラストスパートあと2ヶ月といったところなんですが、来年もね、また元気に続けていけたらなと思います。そうですね、はい、はい。今日のウィーラブ沖縄は、前半に沖縄で愛される島豆腐、お豆腐のお話をしていき、後半に旧暦9月、まあ、新暦ではだいたい10月頃行われる年中行事についてお話ししていこうと思いますので、ぜひぜひ今日も最後までお付き合いください。はい。ウチナーンチュの知らない沖縄。はい、本日10月2日は豆腐の日、10を豆で2がふ、ひふみのふですね。で、ということで、当て字じゃないですか。だいたいなんとかの日ってそういうもんです。だね。うん。で、まあ豆腐の日ということで、沖縄ではまあよくね、県外で売られている冷蔵庫に入っているお豆腐ではなくて、あったかいあちここのあち、島豆腐がね、あるんですけども、それについてちょっと今日お話ししていこうかなと思います。だから沖縄料理って言ったら島豆腐みたいな感じだよね。まあ、そうですね、まあ、よく皆さんが食べるチャンプルーには必ず入ってますしね。うん、うん、お蕎麦、沖縄そばでも油脂豆腐そばがあって、はい、それに使われてるのも島豆腐ですし ね、 そ う、 ですね、うんうん、私はそうですね、うん、島豆腐そば好き、島豆腐そばじゃない、ごめんなさい、油脂豆腐そば好きですね。ああ、油脂豆腐そばね、うん、僕はウィラ沖縄始めた当初に、はい、広志屋さんの取材をしてるんですよ。豆腐屋さんですよね。うんうん、まあ、もう豆腐といえば老舗で、内地でも、うん、多分広志屋の豆腐が入ってくるとしたらもうすぐ完売になるような、うんうん、で東急東横かなの中で油脂豆腐そばが行列を作ってるお店があったんですけど、そこの豆腐は全部、広志屋さんの油脂豆腐、うんうん、で美味しいだろうな。それ結構好きで食べに行きました。はい、初め食べてたの知らなくて、ね、そう、油脂豆腐そばは結構、うん、まあそばの中でもまあ食べる方かなっていう。
で、まあ、広島さんに行ったんで、まあ、糸数社長からいろんなことを聞いて、そうかって思って うんちくを言いながら食べていたっていう感じですかね。まあ、最近あんま食べてないかな。吉田そばあんまり食べてないかな。なんでしょう、その普通の並盛りのお蕎麦の上に油脂豆腐が乗っているので、結構お腹いっぱいになるんですよね、なるよ他のね。蕎麦食べてるよりも。もう豆腐食べただけでお腹いっぱいになっちゃった。そうなんです。お店によってはもう豆腐で満足しちゃって麺までたどり着くのが大変っていうそうそのもあったりう。するんですけど、美味しいですよね。俺県思うん外ですだよとね。何でしょう。スタートがね、やっぱ沖縄は豆腐だったんだよね。そのお蕎麦屋さんの蕎豆腐麦屋さんじゃなくですか。て、もともとその多摩市で一番初めに沖縄料理屋さんを始めた方が、前中さんっていう方で、議員さんになってる今江里子ちゃんのおじさんにあたる方なんですよ。そうなんで、だ。まあ、その人と僕がたまたま地元が一緒で、うちがまあちょっとリフォーム関係の仕事をしてる時に、その方のところが電気工事をやってて、そこのスタッフが2人とも僕の後輩で知り合いだったっていうのがあって、でお店オープンした時もすごい大行列ができているところで、初めて食べたのが厚揚げだったんですよ。カリカリに揚がってる厚揚げを食べて、すごいこれ美味しいと思って。そう、そこがスタートだったから、沖縄こっちに来てからもうずっと厚揚げの美味しいお店をずっとやっぱ点々と探して、して飲み屋さん行って厚揚げ食べて違うって思ったら違うお店行ったみたいな、結構そういう感じ。まあでもあんま外すとこないんだけどね、その豆腐を揚げて厚揚げで美味しいっていうのは沖縄料理の中でもやっぱり厚揚げは絶対食べるかな。私はその豆腐の厚揚げは重箱のイメージでした、ずっと。ああ、そうかそうか。なのであんまり熱々で食べたことがないかもしれない。冷えたその やつを食べてることが多いかも。ああ、なんかもうあちち、もう本当はまあ、こっちで言うあちこっていうのが、上がって、今揚げるから待っててねっつって揚げたのが出てくるからいいびっくりしな。たっけ。そそんなれこまこたでちょっやとるの違みいたいそうな。です。そうそう。豆腐屋さんがやったやつを温めて出すんじゃないんだと思って、それが衝撃的だったの。で、知り合いの店だからカウンター座ってから中全部見えるわけよ。そっか。で、料理長とかもね、仲良くなってって、こうやってつくんだって、まあ、ゴーヤチャンプルだ、豆腐チャンプルだって食べていくと、沖縄って豆腐美味しいよねみたいなことになってったんですよ。でも美味しいかも。ちょっとあれですよね、塩気があるのがまた私は美味しいのかなって。で、あと、ちょっと硬いじゃないですか。内地のって、豆腐、例えば味噌汁の豆腐とかってもうなんか、なんだろう、柔らかくて、そうそう、おもう箸箸ででちょっとつかなんむか、のがやっとみたいそう、やな。っとやっと。こっちのは意外としっかりしてるから そうで硬すくね、結て、構思い切り掴んでも割れないので食べやすいですよね。そうだから、なんかね、ゴーヤチャンプルを見た時に豆腐が焦げてるっていうことがすごく衝撃的だったって当時。そうか。ないんだよ内焦げ地てでるそぐんらいな。が美味しいんですけそうどそう、ね。そんなのがないわけよ内地で。今はほらゴーヤチャンプルとかも出してるお店いっぱいあるじゃない。もう今からさ20年ぐらい前なんつったらさ、ほぼやってないじゃん、そんなお店はあんまないわけだから。だからそういう意味では豆腐は多分沖縄に来ても豆腐が食べられるから、なんかほら食の壁が結構あって、俺はなんかこれ食べたいけどこの美味しいお店がないとか、行きつけのお店がなかったりするから、そういうストレスがあったんだけど、豆腐だけはどこ行っても外さないよねみたいなのがあって、豆腐料理は多分ヘルシーだし、確かに。なんか焼いてあると食べ応えもあるし、で、まあ、ゴーヤチャンプルとかもね入ってるからっていうので結構。そうですね、確かにお豆腐結構沖縄の人好きかもしれない。いろんなものに豆腐を入れて、ご飯代わりになるわけじゃないですけど、お豆腐だけでお腹いっぱいになったりしますしね。なんかその硬さがある、沖縄の島豆腐、やっぱちょっと作り方が違っているので、そうですね。
でそういうねちょっと硬くて重たくてっていうお豆腐になるんですけど、そうそう、うん、島豆腐の場合は生絞り、生絞り、生絞りというと大豆絞って、はい、一晩水につけておいた生の大豆を絞る、はいはいはい、だけど内地のは大豆を煮た、煮て絞って豆乳作ってみたいな、うんうんうん、だからちょっとなんかほら濃さが薄いっていうの内地の方が、あー、その豆乳の濃度が薄めって感じなんですかね、多分薄めなんだと思うんだけど、うんうん、これ多分広島さんのはいろいろ語れるんだけど多分多分なんか製造ですごいやっぱり秘密なこととかあるんですか、ね、があっていろいろ言われて、うん、まあ本当ににがりを入れてからかき回す回数とかで硬さが変わったりするらしいんだけど、あーすごい、それができる人が多分ね広島さんで1人か2人しかいないんだよ。そうなんですね。あのザラ豆腐とかはだから本当そういう製法で作られていて、うん、俺は本当にその厚揚げも出来たてだよって言ったのを工場見学終わった後出してもらって熱いまま食べたんだけど、美味しそう、めっちゃ美味しかったっけなんかお土産いっぱいもらっちゃってなんか申し訳ないなと思って、今でもね、うん、内地行った時は広島の豆腐売ってる、伊勢丹とかのね食品売り場で売ってたりするんだけど、この日入りますって言ってるやつはもう今日何時に入るって言うともう1時間後にはもうほとんど何個しか残ってないとか、じゃあもうその売りますって言った時間帯に行くって感じなんですね。で真空パックしてるから、でそのまま温めるとあちこちになるんですよ、うんうん、はいはいはい、そうか、真空パックで売ってるんだ、そうそうそう、うん、うん、なんかもうその辺も大変だったみたいだけど内地に出すのは大変、なんか飛行機でね飛ばすしかないから、そうですよね、こういうところも大変だと思うんですけど、うんうんうん、なんかそんな話を聞いて、そうそう、ゆし豆腐は本当にねそのにがり加えて固まりかけのやつみたいな、そうか、固める前のやつがゆし豆腐になるんですね、だからなんかそういうのを聞いて食べるとより一層美味しくなるみたいな、うんうん、そうか、味が濃い感じがするのはその豆乳の濃度が濃いから、そうそうそう、絞ってる濃度が濃いからだと思うよね、うんうん、でそれで固まる直前に出すのがゆし豆腐で、その後木の枠に布を引いてその絞った豆乳入れ、にがりを入れたのを入れてギュッとなんか重しをかけるんですよね、うん、確か、うんうん、なんかその出来上がった時も沖縄の場合ってあったかいまんま売るじゃない、うん、内地とか水にシフォーンって入れていくからさ、はいはい、なんか冷たくして売るんですよね、冷たくなってる水槽の中に入ってるイメージなわけ、うん、だから、はいはい、豆腐1個でも全然違うんだなっていうのと、うん、沖縄ってなんて暑いのにあったかい豆腐を買うんだろうって感じではあったかくなっちゃうから分かんないんじゃないかなと思ったけど、みんな触るじゃない、おばあたちがこう触りますねうん、うん、もうダメだ冷たいみたいな私こっこいじゃないなってなりますね、うんうん、なんか全然違うけど、うん、美味しさ、美味しさ、まあ京都とかの人には怒られちゃうのかもしれないけどさなんかそういうね歴史のある、まあ、豆腐屋さんでもちゃんと豆腐屋さんで井戸があって作ってるとか結構多いんで、ね、東京とかも、はいはい、そういう人たちには怒られちゃうのかもしれないけど、やっぱりその沖縄の豆腐はなんだろう、内地の人たちから見たら衝撃的だと思うけどな。俺はそれを初めて、まあ、料理長がコウキさんっていう人だったの、まあ今、はい、ご健在かどうか僕も全然帰っても会ってないから分かんないけど、もうその人が作るそれが大好きで、はい、でもその時はもうそこしかなかったわけよ、その沖縄料理屋さんが、うん、はい、もう沖縄来たらそこら中にあるからさあ普通なんだみたいなスーパーでもそれ売ってますからね、うん、そうそう、だから普通に揚げたてで出すお店なんてこんなにあるんだって思ったよね、はいはいはい、うん、だから本当そういうところをなんか追求していくと東京で沖縄のね豆腐屋さんってもっともっといろんなことができるのかなと思うけど、うーん、確かにそうか、でも沖縄ってお豆腐使うときってそのお豆腐にお醤油をかけて食べるみたいな、なんてお浸しじゃないや、ね、冷ややっこみたいなやつでしょ、冷ややっこみ、そう、冷ややっこみたいにして食べるんではなくて一回火を通して食べるっていうのが多分スタンダードなので固くなったのかな、そうか、どうなんだろうね、うん、なんかその餅とかもあるんだろうし、
持たせるっていうか、期間そんなに今豆腐持たないけど、なんだろうね、栄養源としてやっぱり重要だったっていうことだったり、なんかチャンプルーの中に豆腐が入るっていうのが大前提に多分あると思ってて、だって確かに、豆腐チャンプルーに豆腐入ってなかったらもうおかしな話になるし、名前に豆腐って入ってんじゃんってなりますもんね。そうそうそう、だからまあでもゴーヤチャンプルーにも入ってるじゃない豆腐って。だからなんかそういう豆腐文化は沖縄はすごいと思うよ。例えば豆腐用もそうじゃない、豆腐用なんてないじゃない、そうだ、はい、あれももう宮廷料理なわけじゃない。でジーマミ豆腐なんて内地じゃないからさ。あーそうか、ないないない、ピーナッツですもんね。ピーナッツ豆腐作るなんて人はいないわけよ。だから女性はすごい多分ジーマミ豆腐とか大好きだよね。内地の女性とかってお土産何欲しいって言うと、はい、結構な率で、もう高いもんでも何でも言っちゃえってやつはマンゴーって言うんだけど、ちょっと控えめの子は大体ジーマミ豆腐っていうね。でもね、その話関さんからよく聞くんですけど、そんなにジーマミー豆腐がその県外でメジャーだっただと思わなかったで、知らなかった。みんな言うよ、俺の周りだけかなと思うけど、はい、みんな言うな。で揚げたら絶対喜ぶ、これってピーナッツで作ってる豆腐なんだよっていうと、なんか杏仁豆腐みたいな、でもそうじゃなくてお豆腐なんですよねみたいな。そうするとなんか、はいはいはい、ちょっと体に良さそうで甘いものみたいなとこもあるじゃん、なんかちょっと罪悪感薄れるみたいな。あ、そう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 、だそういう意味で豆腐だよって言ってるジーマミって売り方変えると売れるんじゃないかなって、はい、最近そういうの思ってるんだけど。そっか、なんか黒糖とかって食べるって言ってましたね。黒糖シロップとかで、そうそう食べるんでしたっけ。だから、ほら通販の相談がさずっと多かったわけ、このコロナになってから。俺なんかもで、通販はね、俺の場合はあんまりそのメインじゃないんだけど、はい、まあ、素人がやるよりさはるかに売り方って分かっているし、マーケティングもよく分かっているから、多分こういう訴追はどうなんですかって相談を受けた時に、やっぱ豆腐とかってどうなのかなとか、沖縄の豆腐って売れるよなとか、はいはい、やっぱ個人的には結構思っていて、で食材屋さんから大体そういう相談を受けるから、何がいいと思いますかとか、で沖縄で売るんだったら何売れると思いますとか聞かれるんだけど、はい、俺が欲しいのは、生わさびとか言ってたっけ。だから豆腐にも醤油かけて食べるの、生わさびあったら美味しいよねみたいな。もう、はいはいはい、刺身うまいんだけど練りわさびついて出てきた段階でもうテンションもうガタ落ちなんだよね。そう、バク下げなの。生わさびねえなみたいな、出してくれる店ここだけだなっていうとこ一軒だけあるんだけど、はい、もう他なくて。そっか、わさびはもう確かに真逆のものですもんね。そうそう、だから温室作って冷やさなきゃいけないからめんどくせえなと思ってるわけで、わさび棚作ったら、もしかして沖縄で売れるとかってちょっと思ってたりするの。それはちょっと久米島の海洋深層水研究所にでも持ち込もうかって真面目に思ってたぐらいだから。冷たい水出せるかな、そこから。そうそう、あれ冷たい水で上がってくるから、800メートルから、はいはい、それ使えばできるんじゃないかなとかっていろんなこと。海水でもいけるんですかね。いや海水じゃなくてね、実は海洋深層水って、はい、葉野菜に使ってるんだけど、その海水使ってその淡水を、冷たくしてるわけよ。あー、そういうことなんだ。だからタンクの周りに変な話、海洋深層水ぐるぐる走らせてれば冷えちゃうじゃない、はいはい、タンクが。なるほど。そうするとそのタンクに水が溜まって淡水が溜まって、それを散布すれば冷たい水まけるから、野菜育つみたいなことをやってたり、あと地面の中にその、ホースをはわしておいて、はい、でもホース切れちゃったら困るから、その淡水を冷やしてるやつをホースで回してたりとかしてるんですよ。なんか、まあ、それを話し出すとこれだけで多分30分終わっちゃうんだけど、豆腐の話からちょっと逸脱するんだけど、方法を使えばできるかもみたいな。そうそう、できるかもってちょっとそれは思ってて、はいはい、いろんなこと考えてるわけよ。だからそのいろんな相談をされるんだけど、 その間に俺にももしかしたら違うビジネスチャンスがあるのかもとかちょっと思って誰かにその会社作らせようとかいろんなことを考えたりするんだけど、はいはい、そう、なんかそれはなんかね、なんか沖縄にほらあったらいいよねみたいな、これ内地にあるけど沖縄なんでないんだろう、これあったらよくないみたいな。だから自転車とかでずっと思ったの、来た頃、最近は結構みんな乗ってるじゃん、はい、なんかちょっとずつ増えましたね、増えたなって思うし、
でももう5年前とか言ったらさ、自転車乗ってる人なんてほぼいなかったじゃん。まあそのこんな草厚い時に誰が乗るかみたいな、焼け死んでもいいのかみたいなそうそうそういうのはあるよね、はい、でもそっか、そのなんか豆腐と一緒に食べるものか、そのチャンプルーとかそば以外にも何かできると面白いですね。あ、そうそう、だから全然あると思っていて、あのたまたまなんだけど昨日僕はマンゴースイーツの藤田さんとちょっとお仕事をしていて、はい、沖縄はまだ可能性を秘めてるっていうのをすごく言ってたの。でマンゴーからしたら多分僕は、彼女は沖縄ナンバーワンっていうか日本でナンバーワンだというぐらい右に出る人はいない、で、うん、はい、いろんな人がマンゴーのなんか冷凍とかを買って帰ったり、僕の知り合いとかも買いに来て送ったりしてるの、でも、はい、本当のマンゴーを追求してる人に出会ったことがないから、あ、多分そういうことをしてるんだろうなって思っていて、はい、彼女なんかもっと有名になっていくべきだし、フルーツなんかも本当に人知れず育ったやつができていて、彼女のところなんか持ち込まれてるものとかあるんですよ、うん、ちょっとラジオではいないんだけど、はいはい、っていうことがあって、で可能性秘めてるものいっぱいあるよねっていう話になった時にもう、うん、もう目を輝かして、いや沖縄やばいですよって言ってるのなんで、あ、この人はもう本当に今ね、そのマンゴーの皮とかからエキス抽出したりとか、種から油を抽出したり始めてるんですよ。何をするんですか、そこから。それはちょっとまだ言えないんだけど本人が言うまで、ね、考えてるんですね、うん、いろんなものにマンゴーはもう全部使い切るっていうことでこうやっていく、まあそれ以外のものね、いろいろ始めてるんだけど、はい、これなんか今やっぱ見ていて、沖縄の可能性ってまだいっぱいあるんだけど、うんうん、どうしてもさ、沖縄の企業さんとかと話すと、沖縄の県の人でこういうことできる人関さんいないですかって言われるの、いやそもそもじゃあ俺に相談するなよって言っちゃうじゃん、いや俺泣いちゃう、まあ、沖縄出身じゃねえぞってなよ、で俺に相談するってことは人脈広げたいってことは、いろんなところの人を沖縄が使って沖縄を良くしていこうよじゃない、でその県民の人はその人を入れて、なんだろう、もっとマーケティングだったらマーケティングの勉強させて沖縄県をその人にもっと良くさせればいいじゃんって思うわけだから、うんうんうん、豆腐なんかやっぱり豆腐の技術とかを内地で持ってって内地の豆腐屋さんと何かをやるでもいいし、料理屋さんと何かをやるってことをすればいいわけじゃん、うんうん、だから、はいはい、だから沖縄の人が必要なわけじゃん、だから別に沖縄のできない人を集めたってさできるようにはなんないんだからさ、できる人を外から連れてきて学ぶ場を作ったりとかすればいいわけだからさ、なんかその辺で沖縄って可能性がめっちゃすげえ秘めてるんだけど、まだまだだなっていうのを、自分の仕事で思ったりで、人のとこに行くと、いや沖縄の可能性すげえなって思って、どうしたらいいんだろうってやっぱ思ったりするんだけどなんかもうもどかしいところですね、あ、そうそう、だから、うん、なんで分かんないんだろうなって思う部分もあるし、うん、でもやっぱり内地から来た人たちってのは俺も含めてそうなんだけど、沖縄のすごいところっていうのは、まあ、よく分かるわけ、俺なんかもう東京でさ、ね、もう40年以上生活してきて、で大阪にちょっと移住してたんだけど、うん、沖縄にポンって来て沖縄ずっと見てきて、はい、いや東京都民絶対 こういう沖縄で遊びたいだろうなとか思うんだけど、全然違うことしてたりするんですよ、うんうん、現にやりたいこととやってほしいことがなんか噛み合ってないんですね、噛み合ってない、だから、うん、ダイビングなんかもそうだけど、ライセンス取る人って俺の周りですげえ今人口増えてって勝手に増えてって言うんだけど、うん、でそれ取らないと俺が一緒に遊んであげないっていうので俺が取ってるっていうだけでどんどん幅狭めてきてじゃあもうあれで、ね、それでも増えてるからってことはこういう遊びしたいんだなって思うわけじゃない、はいはい、だそういうビジネスをもっとやればいいのにって思うんだけど、やらなかったりするしね、うんうん、お豆腐なんかやっぱすごい俺はなんか衝撃的だったから、あ、こんな甘いもん食ってんだみたいなでもそっか、そのね、普通に私たちが食べていた豆腐がそんなに衝撃を与えるとは思いもしないですもん、だから、ね、最近うるさいよ、だから冷やごんの豆腐買ってきたり、うん、どこどこの豆腐って買ってきて食べ比べたりこれかなとかこれが一番なのかなとか、うんうん、すり込みは俺の場合はもう広島さんなんで、はい、もうそこは譲れなく、そうそこが基準になっちゃうじゃん、うん、どうしても、はいはい、だからそっからなんか話も聞きたいしね、作ってて美味しいと思ったら
どうやって作ってるんだろうって見に行きたいと思うんだけど、うん、多分県民の人とすら当たり前だからやらないですよ、うん、そうなんです。だからね、当たり前に思っていてそんなに衝撃を与えるものだと思ってもいないし、うん、思いもしなかったので、そういうなんでしょう、ヒントをもらうためにやっぱり沖縄以外の人たちとお話をしたりとかするっていうのは、まあ、話すのと、うん、あと行けって思ってる、東京行けって、うん、まあね、百聞は一見にしかずみたいな。あ、そうだからうちは本当に、うん、あのカビさんの親戚とかにも東京行くんだったら声かけて、うんうん、いくらでも知り合いの会社紹介するし、住むとこだって持ってる人いっぱいいるから、はい、行けって手配いくらかできるよ。いやもう本当に日本の中心だから一回行けって本当思ってて、うん、揉まれて泣いて帰ってこようかなんだろうが行けって言ってて確かに、うん、だから行って分かることもたくさんあるでしょうし、あるある、うん、だってこんな豆腐なんて絶対気づくと思うけどな、ね、豆腐美味しいって思ってる人こんなにいるんだってことは多分その、ね、そういう人たちに会わないと分からないですし、うん、でそう場所に行けばもっと違うものいいと思ってるくれてるんだってのが、ね、体感できると思うので、うん、そうそう、だから、うん、だって油脂豆腐そばなんて発想はさ内地じゃないわけじゃない、似てるもんないもん、ラーメンに豆腐を置けるのもないじゃんみたいな話でしょそれ簡単に言うと、はいはいはい、ないじゃん、うん、だからやっぱその沖縄の文化としてそういう、うんうん、だからまあ豆腐用は好き嫌いあると思うけど、僕のマーケティングの師匠は豆腐用大好物なわけよ、うん、先やめちゃったかどうなのか分かんないけど、うんうん、ひたすら豆腐用はお土産にも買って帰るわけ、はいはい、豆腐用、まあね、お酒のおつまみっていうイメージが強いですけどの、やっぱその豆腐、まあ、イソフラボンとか大豆で、ね、まあ、発酵食品っていうことと、あれが好きって人、まあ、まあまあ変わってると思うけどねけど、まあ、なんか結構なんでしょう、美容的にも悪くない素材は揃っているんだろうなって思うので、なんか、何でしょう、それも何かね、そのまあ味を変えるのは難しいのかな、なんかちょっと違う使い方をして女性にも受けたら、でもさ、なんか赤い豆腐用とか普通に、うん、なんだろう、肌色っぽいやつとかってあるじゃない、うんうんうん、だからなんかそれでも味違うでしょ、多分俺食べても分かんないんだけど、多分違うと思います、多分麹の種類ですよね、なんか初めて食べた時は知らなくてそこのお店で出してもらったやつ、うんうん、半分ぐらいバクって食べたらそんないっぺんに食べるもんじゃないんだって先に言ってよみたいなはいはい、はい、まあまあなんかハーハーしちゃったけど、うんうんうん、流すの大変でしょうね、そうそう、酔っ払うと思って、ね、ちょっとアルコールがね結構残っ、豆腐を麹菌に、あ、麹菌を豆腐にまぶしてそれを泡盛でつけてあるっていうのが豆腐用なので確か、うん、でその、ま、つけている期間が長ければ長いほどアルコールはきついでしょうけど、うん、そうだよね、うん、でそのね、ちょっとアルコール抜いたりとかできたらもっと食べやすくなるのかな、まあ、それはそれで微妙な気もしなくはないけど、うんうん、どうなんだろう、なんでしょう、なんかおつまみではなくて健康食品みたいにならないかなってちょっとふと思いました、あ、うん、そうか、うんうん、するとちょっと味が癖があってもこれ食べてきれいになるんだったら健康になるんだったらみたいな微妙、でもその後運転しちゃダメだよねきっと、あ、酒分抜けばいいのか、ちょっと抜いて抜いたらなんか効果なくなるような気もするしな、難しいなでそこはちょっとわからない、ちょっと専門ではなくて何とも言えないんですけども、なんかねそういうのももしかしたらなんかできたりしないかなという、まあ、豆腐用の場合はでも酒造さんが考えるべきかだよね、でもあ、自分たちで作ってもいいのか、あんまり自分たちで豆腐を作っているところはないのかな、豆腐、うん、と思うんですけど、あ、うんうん、そ、豆腐を確かにどこ作ってるのかな、うんうん、ね、なんかそういう教室でもいいのかもしれない、まあでも豆腐を作って食べたいと思う人はどれだけいるんだって言うと微妙な気もする、青森酒造の結構ニッチになりますけど、そうね、青森酒造さん、うん、トライしてもらえるところですね、ね、食べやすい豆腐用みたいな
ものとか。あとあれですね、豆腐の販売、うん、売り場が食品衛生の観点で今後なくなる可能性があるっていう、あの阿智高校ってね、沖縄は普通なんですけど、はいはい、出来たてのやつがビニール袋に入って、うん、なんだろう、パレットに入って置いてあって、みんなちょっとあったかいねっていうのを買っていくみたいな、ねうんうんうん、三栄さんとか行くとね、何時に豆腐が来ますみたいな、来ますみたいな、ありますもんね。あれがなんか今年の6月に農水省が食品の温度が55度を下回ったら3時間以内に食べるか冷蔵保存も必要になるって定めたらしくて、はいはい、豆腐売り場は今後ちょっと騒然としますよね、うん、殺伐とするというか、まあ、うん、スーパーへ納品の時に55度下がったら納品できない、どんな豆腐なんだっていうね、うん、はいはい、それは大変だな、うんうん、あれがまあ沖縄の歴史ある売り方なので、まあ、うんうん、東京とかで言うとそのケースに入れて水の中入った豆腐を売りにラッパ吹いて売りに来るみたいなのが多分今でもあると思うけど、はいはいはい、なんかそれが食品衛生に引っかかるからその売り方しちゃダメだよみたいなこと、うん、みたいなんだけど、まあ、ちょっとね、うんうんうん、業界団体がどう出てくるかと、まあ今まで特例だったんだけどもう50年越しして今までも特例であの売り方させてもらえてたって感じなんですね。だから今後はダメだよって言ってるんだけど、まあどうするのか、うん、スーパーさんが考えるのかな、なんですかね。でもそれ広島さんがやってる真空パックみたいなことになっていくのかもしれないし、うん、そうですね。でもそっか、そうなるとそれができるところっていうのも限られてきちゃいますでしょうしね。やっぱりもうね、時代的にハイテク入れないといけないところはあるよね。製造業って難しいんですよ、うん、でやり方ってやっぱり製造の人たちって変えられないんだよね。農家さんもそうだけど、うんうんうん、分かってるけど変えられない。なかなかそのこれを変えるにあたって全部変えていかないといけないとかってことですか。だから仲買人さんがそういうのを変える必要があるんだけど、うん、それはどこまでやるか、だからスーパーさんとかとそれやらないだろうから、うん、それはどういう交渉するかね。あのマンゴースイーツでいうと藤田さんのところって仲買人じゃない。だから農家さんが作った味ってさ、多分マンゴーって全部違うんだよね、作ってる農家で、うんうんうん、だけどそうですね、それをちゃんと調整して去年送ってもらったのと味が違うってならないようにしてるのよ、うん、彼女は。それをどうやってやってるのかって話を聞いたんだけどそれここで話すあれじゃないんだけど、また呼んでどっかで話を聞こうと思うんだけど、すごいことをしてるわけ。だそれでやっぱ手元に届けてくれるっていうのは御贈答品としても最高なわけよ。だやっぱそういう、すごいですね。そう、そういう努力をしなきゃいけないよねっていう話なんだけどさ。そっか、なんか自然でできるものだから多少毎年味にばらつきがあってもしょうがないっては思ってはいるんですよ、私たちも、うん、だけどそうじゃないんです。届ける人たちって違うじゃん、うんうん、だ毎年変わんないものが変わらず来るっていうのはすげえ大事だったりするんだけど、それは農家さん、うん、じゃあ農家の取り、収穫の仕方とか育て方変えられるかって変えられないから、うんうん、じゃあ自分のところは 今年は心農家が豊作なんだけどこっちが不作だってなったらどうバランス調整するかとかやっぱ考えなきゃいけないんだよね、うん、はあ、すごい。それはやっぱり十何年それをやってきた、うん、なんだろう、知恵とさ、その経験がいろんなことをさせる、うんうんうん、すごいなと思って、まあマーケティング会社にいたこともあるから彼女の特殊だと思うんだけど、うんうん、豆腐屋さんとかもやっぱ僕はねすごい前から広島さんの取材をして、広島さんめっちゃファンになって、はい、やってることがすごい。だからもう見学するんで俺たちが入るんで、もうちゃんと防護服着てさ、無菌室入ってから入るんですよ。はいはい。でもうそれでもう中見て、もうここは取っちゃダメ、ここは取っていいですともう全部分かってて、うんうん、話を聞いてもそれは記事にしちゃダメ、喋、はい、っちゃダメとかって言われてそうあるんですね、うん。でもそれでも事務所狭いからねって言われてすごいぎゅうぎゅうのところに行かせてもらったんだけど、すごい丁寧に回って説明していただいて、うん、はい、すげえなと思った。はあ、うん、だって内地で豆腐、沖縄の豆腐売ってるのって本当広島さんぐらいじゃないの。でもそれこそそのあちここを届けるっていうのが多分沖縄のお豆腐屋さんなので、もう作ったらすぐお店に出してっていうことが多分メインで、その遠くに持っていくなんて考えてもいないでしょうからね、うん、
でやって、結局それあちここが食べれるように真空パックにしたりとかやったけど、やっぱり1年目ってすごい売れたんだって。だけど、空輸したから、はい、真っ赤っかだった、赤字で。やばいって、赤字で売れたんだけど赤字で、それをどうするどうするってなりますくらいもみくしゃして、はい、やっとだから採算取れるようになったって言ってたよ。もうじゃあその最初の方はもう赤字でしょうがないけど、これを続けていけばプラスになるはずだって信じてやってたって感じですか、うん、多分今はどうしてるのか、うん、ね、俺もちょっと連絡取ってないんだけど、はい、まあ、通販で全然やっていけるポジションを持ってると思うし、すごいな、うん、です。もし何かあったら糸川社長連絡ください。いくらでもお願いします、はい、お願いします、待ってます。いつも豆腐食べてるんで、はい、でもそっか、スーパーでもしかしたらこのあったかいお豆腐が食べられなくなるかもっていうのは、ね、うん、ずっと慣れ親しんでいた私たちにはとても寂しいなっていう、そうそうだよね、うんうん、っていうのはありますね。っていうので、 なんか、まあ、ちょっとスーパーさんなのかな、いろいろなんか試行錯誤してあったかいままのお豆腐が食べれるようにしてもらえたら嬉しいなっては思いますね。うん、はい、どうでしょう、うん、沖縄のお豆腐ね、関さんが たくさんお話ししてくれたのですごい興味を持った方も今日なんかやっぱり ね今いるんじゃないですか。今までそういえば沖縄の豆腐食べてなかったけど食べてみようかなって人も、県外の人はもしかしているかもしれないですし、食べてほしいですね、うん、うんうん、ぜひ衝撃を受けてみてください。以上、アリンクリーン内縄ガイドのコーナーでした。週刊ウィーラブ沖縄、この番組は合同会社ウィーラブ沖縄の提供でお届けしております。後半もどうぞお付き合いください。さてさて、番組の後半では、これから訪れる秋、沖縄の秋の年中行事を紹介していきたいと思います。まあ、主に旧暦の9月に行われる行事なんですけども、まあ、9月なので時期的にまあ収穫の時期ということで、その豊年祭みたいなのも結構各地で行われているのかなと思います。うんうんうん、で、まあ、通常であれば10月10日前後の第3月曜日かな、月曜日じゃない、日曜日かな、なんかに、那覇の大綱引きが行われていて、まあ、それも、ね、沖縄の9月10月の、一大行事となっているんですが、他にもたくさんありまして、でも今回ちょっと紹介していくものって意外、聞いたことはあるけど実際私たちがやったことないことも結構聞いたことないですあって、時間に関しては聞いたこともないっていう、まあ、聞いたことあるけどそんなに耳につかないというか、まあ大綱引きがねちょっと今回もどこもやらないだろうから、うんうん、そうですね、うん、なのでまあ綱引きがあればまあね、来年以降またちょっと那覇の大綱引きとか各地の大綱引きが再開されれば、一つ取り上げて30分ぐらい話せる量はあると思うので、ちょっとゆっくりお話ししてみたいなと思うので、ちょっと今回は置いて温存させておいて、それ以外の9月の、年中行事を紹介していこうと思うんですが、旧暦の9月9日、今年だと新暦の10月14日になるんですが、菊お酒、漢字で菊のお酒と書いて、竹うじゃきっていうものがあります。まあこれは日ぬかんとかお松壇行事。うちどれぐらい知ってるんですか？私たち世代、まあ30代。
ぐらいでもう知らない人の方が多いんじゃないかなと思います。その多分仏壇行事をちゃんとやっている仏壇、まあその仏壇持ちのお家とかだとね、ちょっとやっているお家もあると思うんですけど、今はまあそのね、家に仏壇がないお家も結構多いので、うん、そこだとまあそうか、うん、やらないんじゃないかなっていう。そうだね、うちもないもんな。うち、うん、ほら神さんの実家にあるけど、はい、そこでもやるお家やらないお家あると思います。うん、まあ菊の葉を浮かべた、うん、お酒を供えするの、ね、菊の花なんだ。花じゃなくて、あれ花じゃないのこれって。菊の花びらかなって私も思ったんですけど、まあちょっとそれももしかしたら、ね、どっちが本当に、まあ、地域だとかお家によって変わるかもしれないですね。うんうん、でまあそれでけ、家族の健康をお祈りするという行事なんですけど、まあ沖縄の仏壇行事ってなると重箱が鉄板なんですけど、これに関しては特に重箱とかはなくて、もう本当にその菊を浮かべたお酒を仏壇だとか火ぬかに置いて、まあお祈りをする、お祈りっていうかまあね、手を合わせるというような感じなんですけど、これは何の意味があるの？これは健康祈願です。菊を選んだ、菊を選んだらなぜなんですか？わかんない、時期じゃないですかね。菊 なんかそういう語呂合わせなのかな、ちょっと今日語呂合わせの日なのかなと思ったんだけど。確かに遠くの日ですからね。まあ、なんかね、菊の花を選ぶ理由は正確にはわからないんですが、まあ、もしかしたらグレグレの後半になってますけど難しいよね。うんうん、これ多分なんでしょう、あんまり下手なこと言うと怒られそうな気がするので。確かにちょっと発言に困る。うん、まあ、ちょっとね、うちの、このシナリオを作ってる人がいまして、はい、まあ、ラジオでもね前出てるんですけど、うんうん、その彼女が今回は9月10月の旧暦の、はい、ね、催し物ということでいろいろ調べてきてくれているんですけど、結構オタッキーなんでいろいろ調べてくるんですけど難しすぎる回が結構ありまして、はい、今日はその回の一つですね、多分。そうですね、ちょっと私の記憶とかね、その知識のそんな多くない引き出しを開けながらで、僕はこれもう引き出し1個もないので、はい、今日このシナリオを見た瞬間に、はい、うん、今日はマリちゃんの日だなと思ってたんだけど頑張りますね。でも確かに俺でもやっぱ内地のそういう、うん、まあ、旧暦に何やる、まあ、お盆の話とかもあったじゃない前、はいはい、もうすごいガキの頃の記憶でさ、じゃあ俺たちが今やるかっつったらやってないもんね、うん、そうなんですよね、やっぱりどうしてもちょっと面倒だなって思ったりすると簡略化されたり、まあいいかって飛ばされちゃったり、沖縄って意外とやってる方じゃない、まあエイサーに しかりさ比較的、ね、まあ、イベントごとで、うん、ひぬかんやってる、まあひぬかんももう減ったってみんな言うけどやってる人結構いるし、うんうんうん、なんかそういう意味で言うと ね俺たち本当になんかその家族継承みたいな、なうちの親父もほら末っ子だったしさ、はいはい、感動されて東京出てきてるからさいろいろありまして、そう、でうちもなんかその親父の墓を受け継ぐっつってもさ、うん、俺たち入っちゃったらさ最後誰もその後見るやつ誰が見るんだろうみたいなどうするのみたいな言ってるから、うんうん、そういう意味でちゃんとそういうところを本当は子供たちに教えていかなきゃいけないんだろうなっていうところに、そうですね、なんかね、せっかく家族が近くにいるので、うん、いてそのねどうやってやるのかを聞ける環境にはあるので、そうそう、だからこれ、うん、おじいおばあがいるうち団地の人とかは絶対地球じゃ聞いて知らなかったら何って聞いて、うん、あそうなんだ、こうやってやるんだよって聞いた方がいいよね。そうですね、人がいる人はね、うん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 、あとすごくなんか頼もしいなって思いますし、私も個人的にも嬉しいですし、で年配のね、うん、例えばおじいちゃんとかがまあご健在で
俺より、まあ、一回り二回りぐらい上の人たちも結構元気な人いるだろうから、そういう人やっぱ聞いて教えてもらった方がいいよね。うん、と思います。うちなんかだったらこれやっぱかみさんのところ親戚とかだとおばさんがやっぱこういうのすごい詳しい人がいて、はいはいはい、まあ、葬儀とかをほら何親戚に一人か二人言いますよね。怒られちゃってするだけなんでお前たちが遅刻してくるんだみたいなさ、適当な時間でいいって言ってたんだけどみたいな、ちゃんと聞いたんだけど、 みたいな怒られちゃったりして下向いてたりするんだけど、うんうん、なんかそういうのも含めて、うんうん、これは聞いた方がいいよね。そうですね、なんかその本でしか見ない行事になるにはまだもう早いかなって気もするので、うん、まだねこういうの早いと思うよね、うん、まだまだやってるよっていう、まだもうあと何十年な100年ぐらい残しておいてあげた方がいいんじゃないかなっていう、うん、うちもなんかこれ本当にこういう話ができる人いたらちょっとね番組にでもいいサイトにでもいいから、うんうん、メールでも何でも飛ばしてもらってなんか取材できたらね、はい、話聞きたいところですよね。すごく面白いだろうな、うん、うん、と思います。気球ジャッキ ー、そうですね、うん、でちょっと私もこの時期なんだって意外だったのがカジマヤーですね。カジマヤーね、カジマヤーは多分よく聞くし、ね、新聞とかニュースでも、ね、うん、見かけることあると思うんですけど9月の行事だったんですね。なんかてっきり誕生日でやるもんだと思ってました、ね、そう、俺もそう思ってた。はい、カジマヤーが数え年なのでお腹にいるのも1年1歳と数えて97歳のお誕生日というかの長寿のお祝いで行われるそうで、まあそっか、カジマヤあの年日祝いの一つだから時期があるんですね多分。ああそうだね、そういうことか、ね、沖縄でいう13祝いとか、うん、ね、多分米寿とかとそういうのと一緒なんでしょうね。そうなんだね、うんうん、誕生日じゃないんだね。俺も誕生日だと思ってた。え、私もてっきり誕生日だと思ってました。でちょっと内地の人にはちょっと分かりにくい。で年日なんかその12干支ごとにお祝いをするっていう風習ないですかね。ないじゃない、なんかあんのかな、うんうん、全く分かんない。もう結構沖縄はその干支ごとに誕生祝いみたいなものをしたりするんですけど、そのおそらくその一つだと思います。うん、うん、でカジマヤがあって、まあ、それが、9月に行われる行事の一つなそうでして、まあ沖縄でそのね年日 そのニュースとか見たことある方はなんとなくイメージがあると思うんですが、赤い着物とかちゃんちゃんこみたいなのを着て、まあ、おじいちゃんとかになると赤い帽子、その帽子かぶってるね、かぶってましたね、キャスケットみたいな、その大学でかぶるみたいな帽子、形をした帽子をかぶっていて、なんか手に風車、うん、初めて見たときはハイカラのじいちゃんだな、はい、こいつなんだなと思ってかぶいてんなみたいな感じの、まあ内地で言うと60歳の時に赤いちゃんちゃんこ着るみたいな、うんうん、なんかそういうイメージですよね。そうですね、なんかえらいめでたい格好してるなって感じの、そうそうそう、ド派手なんだけどね沖縄の方が、ね、赤い色にその金の織りが入ってるみたいな着物を着て、うん、帽子をかぶって、なぜか風車を持たされるっていう。だからこの年になると子供になんか戻る的な、うん、そうですね、もうまた子供に戻ってなんか一緒に、ま、長寿をお祝いしましょうみたいな感じなんですけど、うん、あ、俺も来年の誕生日でもいいけどね、うん、風車早くないですか、子供っぽいからもううちのかみさんにも、もう子供かみたいな、はいはい、やだやだみたいな、なだっこ風が吹いても雨が吹いても台風が来ても潜りに行く日は行くぞみたいな子供ダメですっていう、そう、危ねえだろうつって、危ねえですね、行かないんだけどねで、なんかまあそうですね、地域を挙げてお祝いしたりする、まあ、ちょっとね田舎の方に行くと、うん、町とかその部落地中で祝ったりをして、その集落の中をオープンカーでゆっくりゆっくり走っていくっていう、どこにあるんだっていう気がするけどねまあね、その日のために集めなんか借りてくるんでしょうけどでおばあちゃんたち、おばあちゃんおじいちゃんがゆっくり手を振りながらニコニコして走っているっていう様子を、まあ、たまにそのニュースとかでも放送されたりしていますね。あとはなんか市の広報とかを見てると、
その長さんが訪問してお祝いしてたりとか、その症状を持ってったりとかしてますよね。そうする、なんか最長寿の人とかが今回カジマヤでしたとかっていうのはなんか方法で見たことあるな。そうですよね。なんかそう、なんでしょう、一個人をのなんかそのお誕生日お祝いみたいなのを市でやるって面白いですよね、よく考えたら。このカジマヤ、昔はそうだったんだろうね、長生きっていうのはすごく価値があっただろうから。そう、確かに。なんか俺もその八王子生まれて、八王子に移住してっていうか、おふくろたちが行って小、幼稚園からその辺だったんだけど、はい、なんかやっぱね、地元が結構ブラック、ブラックっていうか、まあ、東京もそうだったんですよ昔は。だから、まあ、町内の人みんな知ってたの。ニュータウンないから、たまにニュータウンなんてないから、はいはい、当時は八王子のその町で、誰々さん家の親戚のおじさんはこの人とかってのは、もう全部その場所は全部、はいはいはい、その中では全部知り合いだったんですよ。だから俺は小学校の時はずっとそういうとこだったから、で中学ぐらいから少しずつ開けていって変わっていって、はい、まあもう高校になった時はたまに歌うあったから、で、そうするとそのいろんな人たちが集まってきて、そうそう、だから分かんなくなっちゃう、把握できないみたいな、はい、だから今の東京の本当の姿だけど、だから当時はだから沖縄の、まあ今の那覇とかもそうだと思うけど、はいはい、国神村とかさ、東村なんて多分まだブラックの中の人って、移住者が来てもあの人なんとかって言うんだよっていうのは分かるじゃない。分かりますね。そういう感じだったんだよね、東京も。ああ、そうか。もうその大都会東京のイメージですけど、ね、最初からそうだったわけじゃないんですよね。八王子は全然、八王子っていうか、俺がいたその、中央大学が今あるあたりなんだけど、八王子、はい、東中野っていうところなんだけど、そこはもうみんな知ってた。だから今も帰っても昔から住んでる人の家とかはもう誰ん家っていうのは全部わかるよ。はいはいはい。だ帰ってくるとそっちが懐かしい感じしますね。うん。まあそういうのが残っている方が。そこに実家がないから帰らないんだけど。そっか、でも別のところ。なんかガス屋さんとかもほら同級生の、ね、はいはい、実家だったりすると前通ったりするとさ、手振られたりして、あこんにちはみたいな。あ、そっかそっか、元気でやってなみたいなしたりとかもするし、なんかサザエさんみたいな感じですか。そうそうそう、だからそういう感じ、こういう集落で何かやるっていうのはやっぱあったよね。ただ沖縄まだまだこういうのがあってほしいなって思うよね。確かに、なんかそれもいいところの一つかなと思いますよね。あと、あとは、ちょっと宮古島に飛ぶんですけど、パントゥも9月の行事で、ああ顔に泥塗られちゃうやつ。そうですね。あのちょっと臭くて逃げられるパンク。なんか2種類あるんだよね。みたいですね。初めて知りました。ね、俺もそう。なんか、平良と平良の地区と上野の丸の地区で違うんだ、うん、やり方が。え、そっか、その泥を塗られるのが平良のパンク。まあ、で上野のバル、メインでは島の中心でしょ、まあね、で上野のバルで行われるパーントゥーはまたちょっと違うんです ね, みたいね。知らなかった。これはちょっと取材するしかないですね、これはね。見てみたいですね、すごいの。まあ9月なのでそのね、その豊年のお祝いと、またあと長寿のお祝い、健康祈願とか、まあ、そのパーントゥーとかに関してはさ、この村のお祓いということもの行、そういう、なんだろう、行事も9月に行われて、まあ、ここから、ね、年末に向けて無事に過ごせますようにということなんですかね。そうなんだろうね。忙しくなってくる頃なのかな。年の瀬向かっていくから、やっぱここで年の瀬へ変わって、年の瀬無事年越せますようにみたいな気持ちもあるんですかね。そういうことを含めて何か教えてくれる人いないんですかね。確かに、何か研究調べている人とか、まあね、実際に体験してきたおじいちゃんおばあちゃんとかからお話聞いてみたいですよね。はい、そうですね、何か聞いてる、そういうのをね、伝統継承してる人とかでもいいんで、もしいるんだったらね、知ってる人とかいたら、番組の方に。YouTube のコメント欄でもいいですし、
はい。沖縄の、問い合わせ欄でもいいですし、メッセージいただけるとありがたいと喜んで行かせていただきます。はい。今日もね、まあ、なんか最後、なかなか閉まらないですが、あっという間にお時間となりました。豆腐の日で豆腐のお話をして、後半は9月の、来る、旧暦9月のですね、グラグ行ラ事でにしつたいけてど。お話ししました。 ちょっとね、申し訳なかったなと思うんですけど、難題だった のもっで。と勉強しますね。はい。はい。では来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。